スタッフ。やっと成功した。ごめん、ありがとうございました。絶対球際負けんな。いい、こういう試合こそしっかりと球際戦う。いい、足先でじゃないと。いい、しっかり戦え。いい、ぶつけろ、走ろ。いい、そして勝ち点3取って帰ろ。 OK、 しゃー、最高ぜ。さあ、テンション上げてみんなで、もう一個行こう。ものにしよう、このゲーム。みんなで行こう、みんなで。ありがとうございます。全然行こう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 。もっと走ってるぞ。一人一人がね、チームの波にね、やることやったら全体勝てるから。みんな信じてね。チャレンジ。これまでの通算対戦成績は琉球が4勝、山口5勝、1つの引き分けです。下げたボールがスレイの足元つながって池田から前、ここ草野ですよ。セカンドボール回収、大本、サドのスレイ出てきた、スレイ関、素晴らしいセービングです。関健太郎、その再現なるか。関パンチング、その後まだある。池田後ろか、竹澤ブロックする。山口富どころ、ファット浮き球、ヘディング、すごい。いや、関選手、これが関健太郎。最初のこの前の最初のボールもね、しっかり関選手触ってるんですよね。はい、このクロス難しいんですけどね。最後大森のヘディングでしたね。でこの位置、今佐藤健介転がして、池上に高い、打ってきた。おお、すごいシュートでしたね。狙いましたね。まあ、彼に時間を与えるとちょっと琉球がするとね、ヒヤッとする。そう、片つを飲んでしまうみたいなね。ここで、はい、前はサイドチェンジ。ここで吉岡、大本ついていきます。吉岡のボールはカルバハル出てきた。おっと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 、梅木、梅木打ってきた、カルバハル止める。セカンドチャンスは高井のシュートは枠の上でした。風の影響あったんですかね。これちょっとね、しっかりキャッチできなかったですけど、はい、もうただこのシュートに反応しましたからね。
佐藤健介から高橋で池上ワンタッチ、うんですよね、佐藤スルーパス、おーナイスキーパー、完全に崩したんですけどね。いやこの崩しも3人絡んで、でも本当4人目が出ていって、中の、まあ、才能ですからね、そういったところはしっかりと教え込まれてます。年齢関係ないですからね。そうですね、正直。さあ変化つけて池上、佐藤出てきた、仕留め切りました。レノハ山口セットプレー、デザインされたセットプレーから74分、山口ここで2対1を作れたのがこの大きなポイントでしたね。でそこから高井選手フリーになって、まあね、しっかりと仕留めるところがやはり、あ、佐藤健介選手ですね。佐藤ですね、佐藤選手ですね、はい、いやこれは、ね、もうあの佐藤選手を開けるというね、うん、ことがもう前提な、まあ、コーナーからの、まあ、得点は本当にチームとして考えてたトリックでしたし、しっかりあの健介君が決めてくれたので健介君のおかげです。はい、じゃあ次に向けてお願いします。まあ、まずはあのこの沖縄までこんな天候の中、あのファンサポーターの方々が来てくれてましたし、本当に会議は気をつけて帰ってくださいっていうことを伝えたいです。はい。
で次に向けては本当に勝つための準備をまたしていきたいと思います。はい、ありがとうございました。いやまだまだ課題はたくさんありますね。課題しかなかったっす。でもアウェーで勝ったのは良かったです。ありがとうございます。迷惑かけましたけど、持ってるふりすんなよ。健介さんに助けられました。ちょっとボランチっていうポジションに意識しすぎて、まあ、前半は特に前に行く回数も少なかったので、そこはまだまだ課題ですし、後半もやっぱもっと前に行った中で規定的な仕事ができなかったので、チームに助けられたっていうところが大きかったです。やっぱ勝って修正するっていうのは本当に大事だと思うので、残りの5試合勝ってチームとして一つでも上の順位に行けるように頑張ります。練習します。はい、群馬なんで次しっかり準備します。ありがとうございました。ありがとうございました。レイ、いや、もういいっすよ。もういい。いや、まあでも、沖縄までね、台風の中、来てくださったサポーターの皆さん、勝利をお届けできたの、本当に良かったです。ごめん、ありがとうございました。ありがとうございました。